はいどうもこんにちは、ミ、え、ス、ー、ターユですで。今回はね、引き寄せの法則の使い方、パ、えート4ということで、えー、今回もね、具体的に引き寄せの法則の,、ね、その裏話ということをしていきたいなとうう思いますで。初めてビデオを見る方はね、お前なんだその髪型とかね、お前な誰だよとかね、なんかチャラそうとかね、おでこ広いなとかいろいろあると思うんですけども、まあ、ちょっとね、あなた自身が少しでもね、あのピンとくるのであれば、 まぜひ本当に嫌だったらこうなんかサングラスとかしてみてほしいんですけども、あのサングラスじゃあれか見えてしまうか、そのあの少しでも、ね、ピンとくるのであれば今回のビデオを、ねえー、ご覧いただければなというふうふに思います。で今回は、ね、そのパート4ということで、えー、受け取るということについてお話をしていきたいなと思いますで。第1回目でその覚えるということで、第2回目で信じるということで、第3回目で忘れるということで、第4回目がこ回受け取るというテーマなんですけども、で引き寄せの補足をね あの一度や二度はこうなんか書籍とかなんかセミナーとかで聞いたことがある人っていうのはその受け取るっていうことを知ってると思うんですよね。オーダーしてそれで委ねてで次に受け取るっていうことであるんですけどもで今回このね受け取るっていうのはすごくこう何て言うかな単語的に僕「愛する」っていう言葉もそうだと思うんですけども。その なな、んていうかなこうアバウトですよね、受け取るって言うても、なんか、はいって言われて、はい、受け取ります、ありがとうございますっていう感じだと思うんですけども、愛するっていうのも、具体的に何をすればいいかわからないですよね。で、今回、気づくっていうのも、その、実際に何をすればいいのかなっていうのがわからなくて、僕自身もうまく使えなかったんですけども、そういう経験があるんでね、あのそれを踏まえて今回、受け取るっていうことをね、具体的にお話をしていきたいなというふうに思います。で、今回、このステップがね、しっかりできれば、あなたがこう願っていた理想とかね、その、最後の段階ですよね。 っていうのがこ,う手に入れることができますこのステップまで終えることで理想があなたのものにやってくるようになるんですよね。なのでぜひねちょっと今回のビデオもしっかり見ていただければなっていう,うに思います。で、受け取るっていうのは言葉を変えると気づくっていうことなんですよね。で、どういうことかっていうと僕自身もこれねずっとそうだったんですけども今はねこう自分で理想のライフスタイルっていうのをね掴むことができてそれで本当にあの、 まあ、自慢ではなくて、ね、これあなたにこう実際にイメージしてもらうために本当にお話し、あ実際にできるってことも、ね、伝えたいし、イメージしてもらうためにお話しするんですけど、本当に1日3、4時間ぐらいの仕事でね、本当に毎月本当に半分ぐらい海外に行って、あのまあ、信じられないと思うしねあの、僕自身それ自慢しようと思ってシェアしてるわけじゃなくて、本当にできるんだよっていう,うに、こんな僕でもできたんだよって意味でお話ししてるんですけどもあの、そういうライフスタイルにすることができ,できたんですけども、でその過程でこうあのそ,のそういうプロセスを、ね、引き寄せていくときに、その受け取る。 ことっっていうのがかからなかったんですよでどういうことかっていうとそのいろんな受け取るってことがねあるんでお話ししていくんですけども今になって分かることがその当時はね当時っていうかその数年前まあ34年ぐらい前ですよねすごくこう忙しかったんですよ24時間ねもう予定がぎっしりでなかなか自分のこと知れる時間もなかったし自分と向き合う時間も自分を愛する時間もなくてねそのなんかこう現実に敏感になれてなかったんですよで今思い返すと本当にああの時あれって チャンスだったんだなってことたくさんあるんですよね。で、あの時何で受けとけてなかったの要は気づかなかったんだろうってことが結構あるんですよ。友達にちょっとね、今度こういうことやってみればって言われたことだったりとか、僕の先輩にね、言われた一言だったりとか、なんかそういう身近なところにね、こう、引き寄せの法則を使って宇宙さんが与えてくれたギフトってあったんですけども、それに気づけなかったんですよ。で、本当にね、そういう考えと、あの、まあ、今今でね、楽しいしあの、すごく幸せなんでね、それはそれで。 いいんですけれどもそういうふうにこう気づけることができなくて受け取れなかったなっていうことがたくさんあったんですよねそうだからこの受け取るっていう言葉はね言い換えるとその気付けるっていうことなんですよ気づけるかあなたの目の前に一見ねそれって本当にもうイメージとしてはこういう感じなんですよねあの何言て言うかなこれどうぞって渡された薬があって実はそれを食べると僕は例えば身長が伸びたいっていうオーダーをしますよね身長が伸びたいですってまあ 身長を伸ばすことって多分、き寄せ的に無理だと思うんですけども、あのー、まあ、オーダーしたときに、そのたまたま友達がなんかサプリメントみたいな、これ薬いるみたいな感じで聞いてくれて、身長が伸びるとはかい一言も言ってないんですよ。その中に実は身長が伸びる要素があったみたいな、その、ちょっと今表現が分かりづらかったかもしれないですけど、一見、これが自分の理想に関係しているのかっていうものに気づけるかってことだったんですよね。要は、一見はそれが本当に、なんていうかな、チャンスがね、こう、 あチャンスとかそのものっていうのが引き寄せられてくるんですけどもその物体がなんか違うんですよねで、これ本当に僕自身の友人でもそうなんですけど理想のねソウルメイトと恋人とね出会いたいですって書いて引き寄せてねでその友達はそれで結局引き寄せることができたんですけどもその友達が引き寄せて直接恋人がある日現れてきたわけじゃなくてその恋人にね出会うまでのなんかその大事なそのキーマンみたいなのがいてねその人と あこの人と仲良くしとけばもしかしたら何か起きるかもしれないって、まあ、そういう気持ちでちょっと付き合うのもどうかと思うんですけどもそこで仲良くできたから次のステップでそこからね理想の恋人っていうのは引き寄せられてきたんですよだこういうふうにその一見ね関係ないものえこれって理想に関係あるのかなって思うものにどれだけ気づけるかっていうことでこの受け取るっていうものが変わってくるんですよだから本当に僕自身も今ねこうやって理想のライフスタイルっていうのは自分の中であの本当にイメージした通りに全部なって本当すごいなって思うんですけどもその こう自分でねこ、これが理想なんじゃないかって思ってるものが実は理想に結びついてなくて、で全然本当関係ないもの、え、えこれっていうものが実はその、かなり理想に結びついてたんですよね。例えば具体的に言うと、あの一つは健康ですよね。僕だったら、かなり健康に投資したことですごくそれが理想に、ね、つながってるなってことは今になってわかるんですけども、昔っていうのは全然わかってなくてね、いや、そんなの関係ねえだろうって思ってたんですけども、実はそれがね、すごく大きな要素だったりとか、例えば両親と和解することっていうのを僕はね、 あのビデオとかでお話しさせていただいてるんですけれどもそれも一見なんかこう関係なさそうじゃないですかえ両親とお会いするとなんでって感じだと思うんですけれどもでもそれがお会いしたことが結局ね理想につながっていったっていうこと結構あるんですよねそういうふうにこうえっていうものが実はこう理想につながっているっていうことが多いんですよでそのために今回この気づくっていうスキルはすごく大事になってくるんですねそうで先ほどの話に戻るんですけれどもでこれは本当に忙しかったりとかその何ていうかな こう普段ねいろいろと頭の中がごちゃごちゃになっているとなかなかそのことに気づけないんですよ。でこれからね、まあ、具体的なテクニックとか最後にねお話ししていくんですけどもその何て言うかなとにかくこの気づくっていうことをちょっとね今頭に入れて受け取る頃あそっか気づくなんだってこととそのあ理想に一見関係がないと思っていることが実は理想に関係していることが多いんだってことだけをねちょっとね頭に入れておいて、ね、いただければなというふうに思います。 で今からお話ししていくんですけどもそのヒントはこれすごくヒント大事なんですけどもありがとうなんですよねありがとうで僕自身もねその本当にこの何て言うかなありがとうっていうことを言葉をしてで今でもすごく対応してるんですけどもこの「ありがとう」っていうのすごく深いんですよねで例えばどういうことかっていうと僕自身今受け取る技術っていうのが自分でね、まあ、100%できてるかというと多分できてない部分もあると思うんですけどもその なんか友達にね、昔だったらそのあの、あなたの例えば、うんなんかそのまあ、話し方上手いですねって言われた時に、いや、い,いえい,いえとかって言ってたんですよね。で、そこで、ありがとうございますっていうふうに言うってことなんですよね。ありがとうございますって。まあ、そういうありがとうございますの使い方もあれば、いろんなありがとうございますってあるんですけども、そ何か人から何か言われた時とか、何か、ね、これから人からも何かもらった時とか、全力でこうありがとうございますっていう癖をつけるようにしていってほしいんですよ。 で、これをやればやるほど何が起きてくるかっていうと、あのすごく面白いんですけども、日頃から、なんていうかな、自分が、その、ありがとうと思えるものに気づけるようになるんですよ。本当にありがとうって言ってると、あこの人こういう優しさがあるんだなと、か、あなたも経験があると思うんですよね。例えば、その、僕自身はね、これ毎日やってるエクササイズであるんですけど、毎日ありがとうございますっていうふうに、えー、と書き出してるんですよね。感謝のワークっていうのをやっていて。 その例えば、うん、こうやって、ね、生活できていることありがとうございますとか、こうやって、ね、ビデオを撮らせていただいていることありがとうございますとか、こうやって本当に、ね、見てくださっている人がいることありがとうございますって書いていると、なんか自分って本当に幸せだしいろんな人がこう、うん、作ってきてくれたものとかねその、まあ、先人さんたちがすごく残してきてくれたもののおかげで生活できているんだなとか、その人の思いにたくさん触れることができるんですね。でそういうういいい思に触触れれば触ればるほどななんていうかな 現実ででありががととうにに敏感になることができるこきんですよ。だからいろんなものに対してね、これはいいや、あれはいいやじゃなくて、素直にいろいろとね、ありがとうございますってこう素直にこう受け取れるからね、日頃からこう今までっていうのは全然こう敏感じゃなくてね、なんかこう、うん、なんていうかな、ちょっとこう引き、引き気味だった人生っていうのに対して、ありがとうございますってこう全力で、ああ、ありがとう、ありがとう、嬉しいなっていう感じで受け取れるようになってきたんですよねで。そういうふうにたくさんありがとう、ありがとうって言ってると、それが自分が気づけるようになって、でそれが、 ななんんてていうううか結局受け取るよよになってしまうんですよちょっとね話が分かりづらかったかもしれないんですけどもとにかくねそのさっきの言ったんですけどヒントはそのありがとうこれをねいかに本当にあなたが対応して一日にね盛り込んでいくのかっていうことにあると思いますでもう一つねそのあなたにこれからやってほしいことっていうのがあるんですけれどもそのタイミングっていうのが実はあるんですよねタイミングで 今回ね、そのありがとうございますっていうことをやっていたりとか、気づきっていうのをね、その大事にしていると、何が起きるかっていうと、そのある日、本当にこれタイミングっていうものがわかるんですよね。でその時っていうのは、そのありがとうっていうのを習慣にしていると、そのタイミングが分かるようになるんで、あこれタイミングだ、ピンと来たっていうことで、ピンと動けるようになるんですよね。要は直感っていうやつですよね。直感が反応したから、あこれやってみよう。なんとなくそれやれば、なんかメリットがあるとか、デメリットがあるとか、そういうの関係なしに、なんとなくあこれやった方がいい気がするっていうのが、なんかこう、たまーに本当にあるんですよね。 このありがと気づけるってことをやってるとでそれがそのピンときたものっていうのをねやってみるとやってみたりとかそれを受け取ったりしてみるとすごく人生がバーンと加速してうまくいくことっていうのがすごくあるんですよそうでその時にね本当にすごく大事なのはタイミングっていうのはいつなのかが分からないことなんですよねで僕自身にその伝えたいことがあなたにあってで時間は待ってくれないけどもタイミングは必ずやってくるってことなんですねで僕も本当にあの なんていうかな今までの人生を振り返ると、本当にあの、絶対タイミングってやってきてたんですよ。で、それに気づけるように、まずありがとうってことになるんですけども、で、時間って毎日過ぎてっちゃいますよね、本当に。何もしても何もしなくても、本当に時間っていうのが過ぎてしまうから、時間っていうのを大事にしてほしいんですけども、その中ででも、ちゃんとね、毎日、ありがとうございますってことだったりとか、今回、ステップ1からステップ3のお話あったと思うんですけど、それをしっかりやっていれば、必ずタイミングっていうのが来るんですよ。でそこで あなたがそのタイミングをしっかりと受け取るんですよ。いやそのタイミングにまず気づくで気づくためには日々ありがとうっていうことを練習していれば気づけるようになりますでその時の直感を大事にしてそれを全力で受け取るもしくはそこをなんかゴーしてみるちょっとやってみようかなってなんかやってみるみたいな,なんか例えば会いたい人に会いに行くとかね僕だったらよくあの出てくるのがこの人に会ったらいいんちゃうっていう感じで出てきてねあのバーンとこう飛び込んじゃうんですけどもそうするとこうそこからすごくまた広がっていくんですよねで僕だったらその、 なんていうかな例えば最近あった引き寄せこれちょっとシェアするんですけども、まあ、今年の2014年の3月にねちょっとあの香港にとあるすごい高いセミナーがあったんですけどそれにねこうなんてピンなんか来たんですよねある日そのお知らせができてああやっぱこれチャンスだと思ってかなりあの100万以上しちゃうんで結構高いですよねそこででメールして行きますっていう感じで送ってねで行って帰ってきたらやっぱりそこから そこの参加者のメンバーで僕の先輩、すごくねあの大好きな先輩がいたんですけど、その人とさらに仲良くなれて、そこから一個ね、またプロジェクトがスタートして、昔書いてた通りなんですね、その人と一緒にビジネスをするっていうことが。そういうふうにこう引き寄せが起きたりとか、その時に僕タイミング逃してたら、いけなかった、いけなかったし、今のそ,のそういうことって起きてないんですよ。そういうふうにこう本当にタイミングっていう実はあるんで、そこでいかにこう受け取れるかってことなんですよ。ちょっとここで本当にね、そのタイミングの時のヒントっていうのがあるんですけども、さっきの あ,のありがとうってあったんですけど、そのタイミングが来た時にやっぱり自分の今の現状がね、こんな自分なんかいいんじゃないかとかその、例えば現状的にね、例えば、うん、なんか今自分何も仕事してなかったりとか、もしかしたらお金がなかったりとかね、何かいろいろ状況ってあると思うんですよね。その今の状況で判断しちゃうと、そのチャンスを逃してしまうことって多いんですよ。これがすごく難しいことだと思うんですよね、本当に。例えば僕も昔先輩とかに何かうん言われてね、その時の自分が例えばすごく忙しかったりとか、まあ、そういう時期にあったんですけど、そこで、 こうタイミング来てるんだけどもなんか物理的に無理だよって思うことってやっぱあったんですよね。でそこで「ありがとうございます」って言って素直にポッと受け取って行っ,ってうまくいった経験ってあるんですよ。もちろんうまくいかなかった経験もたくさんあるんですけどうまくいかなかったのはその受け取れなくてねあるんですけどもだそういうふうにこうちょっとしたこう、うん、もの今のものっていうのがあった時にそれが今の現状が何て言うかなあんまり揃ってなくてよくなくて。 あの受け取れないことっていうのがあるんですけどもそこを本当にねいかに現状を忘れるかっていうことで具体的にちょっとねそのエクササイズであとお話していくんですけどもあの受け取るか受け取れないかってことが決まってくると思うんで現状はね本当にあんまり関係ないってことだけを忘れないでいただければなっていうふうに 2> 3, 2, でちょっと最後にね今回究極のねステップアップエクササイズお話ししていくんですけどもえっと今回はねまず一つ目に 1>, 1日本当に5分でも10分でもいいんで、毎日本当にありがとうノートをつけてみてください。ありがとうノート。で何に関し何でもいいです。本当に例えば、うん、こうやって僕今ジューサーをこれ、僕のお昼ご飯なんですけども、ブルーベリージュースを飲んでたんですよね。ブルーベリージュースを飲めることありがとうございますとかね。本当にこうやってビデオを撮れることありがとうございますとか。何でもいいです。本当に思いつくのままあ、ありがとうございますって言って、で、次にすごく大事なんですけども、で、世の中いろいろとありますよね。本当に便利なものって。例えばこうやって僕、ボールペンも今、 このボールペンを作ってくれた人のことを考えてみるといいと思うんですけど昔の時代っていうのはボールペンがなくてあこの人何かあって便利にしたくて一生懸命作ってくれたんだなってことでその人のこう思いに触れてみるんですよね。僕自身これいつも意識してるんですけど例えば両親と和解する時っていうのもどんな気持ちで産んでくれたのかなってことのその一人の時間にですよ 立ってみてみ受け取るるよようにすすんですよそうするとこうじわじわ自分の,とこの中に浸透してきてね何とも言えないこう感情が込み上げてくるんですよねでそれがすごくこう実は大事だったりしてねいろいろそこからその感情からつながってくるんで、まあ、ちょっと具体的に説明すると長くなっちゃうんでその辺は省かさせていただくんですけども「そのありがとうございます」って書いた後に何か自分が日頃から今目の前にあるものとか何でもいいんで誰が作ってくれたのかなとかどんな気持ちでこれやってくれたのかなってことに気づくでそれを受け取るんですよね。 そういう練習をしていると日頃から24時間の中で今までは自分の問題とか24時間に来ている中でちょっと携帯いじってたりする時間の時にちょっと街でこのあなんかこれありがたいなこういうふうになってたんだとか気付けるようになってちょっとたまたまねあここれすごいなっていうふうに思ってたものを例えば見てた時に知らない人から何やってんのって声かけられてそこからビジネスのオファーがつながったりとかまあ僕の友達もそういう例ってあったんですけどもそういうふうに受け取れるスキルって っっていうのをもとと変えると気づけるスキルだってね気づけるスキルを持っていると、実はそこからどんどん人生って発展していって、気づかないうちにそうポーンって叶っちゃうことってあるんですよね。そう。まさにこの思いに触れるってこと、これがすごく本当に大事になってきます。で、最後なんですけども、1つ目がありがとう。で、その人に、そのなんていうかなあ、ありがとうございます。その人にね、そのなんていうのかな、あの思いに触れてみる時間で、最後は倍返しメソッドってことです。で、これが、 本当に究極なんですけども、最後ね、その、自分が受け取ってるっていうことを知れてね、その、何ていうかな、いろいろありがとうございますって書いてると、なんかすごく満たされて幸せだなって気持ちになると思うんですよ。本当に感謝の気持ち、ワークっていうのは、幸せになるために一番大事なことなんですよね。ありがとうございます、ありがとうございますっていう,うに言ってると、本当にありがとうございますって出来事が引き寄せられてくるしね、現実にどんどん敏感になれるようになるんですよね。その時にすごく幸せな気持ちになれるんですよ。 で、幸せな気持ちになると何になるかというと、やっぱりこう恩返ししたいなというふうに、なんか返したいなという気持ちになってくるんですよ、自然に。僕もやっぱ親の気持ちになって、今まで一生懸命育ててくれたなって、本当にそれに気づけた時に、気づけたってことですよ、気づけた時に、初めて本当に恩返ししたいな、まあ、今最近入っていることで倍返しってあると思うんですけど、本当にそういう気持ちになって、恩返ししたんですよ。そうするとなんかしないですけど、ますますこう受け取りがね、どんどんすごくなっていって、引き寄せがバン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 来るようになったんですよね。これ本当に 僕もよくわかんないんですよ、正直。なんでこんなことなのって思うんですけども、受け取れてる事実として、恩返ししたいなって、本当純粋な思いで、誰かとか何かとかねその、本当に何でもいいと思うんですよね、恩返しっていうのは。ただ、物を渡すことだけじゃなくて、本当に手紙を書くことでもいいと思うし、ちょっとしたね、こう、笑顔であの、今日はじゃあ10人ぐらいの人を喜ばせてみようって感じで、こう、ありがとうございますみたいな感じでやってみてもいいと思うし、お世話になってる人に、ね、僕はお世話になってる先輩たちに、ね、こう、ありがとうございますって、こう、なんていうかな、今、パソコンになってましたけど、直接その手紙を書いて、 本気で送ってみたりとかそういうことが本当にあのなんか自然にできるようになるんですよね。でそういう気持ちでやったとき、何か分からないですけど、そこからね、またその人との関係が良くなったりとか、なんかこういろんないいことが起き始めてね、何か分かんないですけど、どんどん,どんどん受け取るようになってしまうんですよね。でどんどんなんか分かんないですけど、うまくいってしまうっていうのがあるんで、これちょっと本当に、僕も解明できるわというんですけど、分かんないんですよ、これ本当に宇宙のことなんで。なのでぜひね、ちょっとあなたも、まあ、信じないか分かんないですけど、騙されたと思って、今の3ステップ。 やっていいいただければなっていう,ふうに思いますで。今回ね、ステップ4、えー、これで終わるんですけども、えーと、今回ね、実はステップ1からステップ2、ステップ3、ステップ4であったと思うんですけど、今回のね、このビデオの中に、実はね、ヒントですって僕が言ってるシーンがあるんですよ、ヒントです。ヒントは何々ですってことがあると思うんですけど、そのヒントは何々ですのその4つのヒントがあったと思うんですけど、その4つの単語、あなたに,に4つの単語をね、えー、書いて、 あの下にこの下にフォームがあると思うので、えー、そこの下に、えー、入力していただければなと思いますそうすると今回ね5つ目のシークレットプレゼントっていうのを差し上げたいなと思いうますで5つ目のシークレットプレゼントっていうのはねこれかなり、えー、と興味深いんですけれどもあの引き寄せの法則のさらなる,さらなる進化ってことで本当に僕自身が実はね、えー、やっている本当に究極の方法っていうのがあるんですけども今回その、ね、方法を公開させていただきます具体的に言うと どうやって僕自身が、えー、こうやって今紙にあるんですけどこうやって紙にねその引き寄せの法則を使うときに書き出しているのかっていうそういう具体的なね、えー、エクササイズステップアイステップで公開したビデオっていうのを、ね、今回あなたにプレゼントさせていただくんで、まあ、僕の書き方とかねそのあ実は僕の書き方って本当に変わっていてあの結構記号が多いんですね記号がなんかこうちょっとなんかこう丸があったりとかでそう結構そのなんで記号が多いのかっていうのも実はひんあの理由があるんですけどそういう話を していたスペシャルビデオというをプレゼントさせていただくので、ぜひね、えー、受け取っていただければと思います。もう一度言うんですけども、4つのビデオ、今回のビデオも含めて、えー、今までの中にヒントですって僕が言っている部分がありますで、その後に出てくる単語を、えー、なんかあると思うので、それをね、えー、ピックアップしていただいてで、それを、なんていうかな、この下にあるフォームに入れてみてください、4つとも。で、その4つが合っていた方には、えー 僕からのシークレットプレゼントっていうのを先ほど言ったんですけど送らせていただくんでえ、ぜひね、そのシークレットプレゼントをゲットしていただいて、一緒に引き寄せマスターしていただければなというふうに思います。今回の本当に長いビデオだったと思うんですけども、最後まで本当にお忙しい中、見てくださってありがとうございました。そしてまたね、僕からのプレゼントの中でまたね、お会いできればなというふうに思います。本当に最後までご覧いただいてありがとうございました。